いきます、いくで、いきますね、じゃあかっけ、おー、まあまあでもありがとうございます、ありがとうございます、よかったよかったよかった、まあ、マナーもまあちょろちょろ打ちたい台はもちろんあるんで、その辺見に行くかっていう感じかな。はい、お願いします、お願いします、失礼します、最高。この入り口から入るの超マジ久しぶりだから、じゃあバラコーナー行きます。なるほどなるほどね、あーバラはいけるんじゃない、シティリベンジする、シティハンター、シティハンターリベンジするか、前ももねシティハンター打ったんで、ちょっとこれシティハンターリベンジしましょう、これクリップに挟んで、よし、今日はゲットワイルド入れるまで帰りません、うん、はい、おはようございます、いつもあれです、というわけで、もう入場の方終わりまして、シティハンター確保させてもらって、まあ3大騎士4大騎士をね一旦蹴って、まあバラエティの方に直行っていう感じの立ち回りなんですけど、まあ多分三四の騎手行ってるとあたふたして取れない取れない取れないってなってたと思うんで、まあこれはまあまあ間違ってなかったかなというふうに思います。抽選の番号もちょっと微妙な感じやったんで、まあできればもちろんメインとかの方行きたかったんですけどね、まあでもバラエティでもここは結構強い店なんで、まあワンチャンス狙って、あんなにあのワンチャンワンチャン言いすぎると、ね、お前ワンチャンの意味分かってるのかでめっちゃ言われるんで、あのね意味はね分かってません、まあまあそこはまあまあどうでもいいんですけど、でなんかもう今回から新しくまあミッション始まるということで、ヨシキさんとの対決になるらしくて、でも僕もあんま詳しく詳細知らないんですけど、 とりあえずこんな感じっていうのを、はいどうぞ。よよよよよよ、リゾマルだよ、新章が始まって新しいミッションが与えられたぜ。ミッション達成で可能な限りの願いが叶うっていう話らしいんやけど、失敗の時はなんか恐ろしい収録があるみたい。4ヶ月目はバトルミッション、サマイで攻撃し相手を倒せ。相手を倒すことができたら豪華賞品、もし負けたなら、んー、きついお仕置きがあるみたい。なにぐりはい、てなわけで、まあなんかそのまあ、サダマが多ければ多いほど、相手に攻撃を与えるという、まあ、ヨシキさんにダメージを与えるという、なんかそういう攻防をやるらしいですけど、まあ、ややこしいんで、まあ、とりあえず出しちゃおうかちという、そういう話ですよね、まあ、ざっくりね。はい、なんで、まあ、今日から、ね、もう始まるということで、ね、もうシティハンターですよ。得意でしょ。どう？町の兵は守りそうでしょ？なんか言えや。はい、とりあえずそんな感じで、本日もぶっこんで気合入れてぶちかましていきたいなというふうに思います。本日レイトギャップ平和島店さんでよしきさんとの対決一発目、気合入れる成り上がり、成り上がり。はい、というわけでステイアンダーから打っていきましょう。ダイス割れてよかったね。こいつのすごいところはゲットワイルドなんですよ。AT 中のゲットワイルド、ゲットワイルドに入れてからがやっぱりもうすんごいんで、ちょそれをね披露できたらいいかなというふうに思います。でまあ僕設定狙いっていうのをねあんまこの台でしたことはもちろんないんですけど、まあなんか全体的にハイレベルっていう感じかな、なんか何か一つ突出しててみたいな感じの設定差のタイプじゃなくて、まあ、全体的にボーナスが当然しやすいだったりだとかっていうタイプですね。で、あ、発展です、ね、弱いかな、強チェリーたっという赤でしたけどね、早いボーナス欲しいんでこれ当たってもいいぞ。はい、当たりましょう。OKOK 107ゲーム早いですね。投資4本で、まあ、早い早い、1万以内の投資の磯まで勝てるから、いや欲しい。ああ、しょうがない、これは初っ端トライアルですね、これしょうがない、いきましょう。まあなんか全員つけばチャンス、それぐらいで OK、 基本つかないです。まあこれレグが寒いんだよな結構、かといっ
ってピックがめっちゃ AT につながるわけでもないんで、結構頑張らないとダメな台ですね。まあ残念ですね。はい、まあ、よくてチャンスそうですね、ここで。はい、残念。よし、当たりましたね。さあ、チャンス前から130のゲーム、まあまあ早いですね、ボーナス K。 よしよし、危なかった。投手8本です。まあ、AT 出るまでにできれば3万以内で決めちゃいたいですね。ここで昇格させて、シューティングボーナス SP 入れるとAD 飛んでくるんで、それでもいい。結構きついけど。どうじゃ、オッケー、これでビッグ以上ですね。オッケー、もう一段階いけば SP です。まあまあまあ普通にビッグでしたね。この音パコーが好きなんですよね。はい、よし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 、よき。まあ SP ではなかったですけど、シューティングボーナス、まあ新スタートでしょうね。はい、で曲をしっかりと。いや俺でもね、最初はねこれがいいんですよね。ゲットワイルドはゲットワイルドで聞きたい。さあ行きましょう。まあ C ランクなんで300分の1かな多分、これぞろいが。で B ランクまで行けば、200分の1、それぐらいになってくるとまあいけなくはないかなって思う。でもう1個上の A ランクまで行けば100分の1ですね。でもう1個上の S ランク、まあ、なかなか行かないけど S ランクまで行けば32分の1でこれが揃う状態になります。さあこのウェイトがいいですよね。よしよし、50%でラビウマのせいなんですけど、残念ながら乗らず。はい、惜しい。でカオルのキャラの時にいきなり量のガッテンが出ると揃います。対応してないキャラのガッテイン2ランクだから、今だと、海ボスとかのガッテインでも多分めっちゃ熱い。来い、結構頑張って引いてますけどね。おお、熱い。まあ5、そしてこれ A ランク上がってもおかしくないな全然。よし、上がりましたね。あー、ストックのほか、あ、これは大丈夫です。オーケーオーケー、これで A ランクなんで100分の1で揃う状態ですね、今。で、残りダビが7回、いや、嘘、6、9回かな、あるんで、頑張れます。終わりましたわ。いやー、粘ったんすけどね、まあでも枚数は結構取れてますね。200枚。ファイナルいけ。AT がやっぱそれなりに1で500600から6でも400後半とか、確かそんな感じだったんで重たいんすよね。なんでまあ苦労はするだろうけど、入ればね 50% ルーパーが最低でも。見たことないんだよなフリーズ。多分あのボワーンってゆっくりバンジョーみたいな感じでゆっくり回って、でトントントンって普通だったら行くんですけど、それが多分行かないんですよね。トントントンってなんだ。でもう一個多分 AT 中だとワンホールショットフリーズがあるんですけど、あれも引いたことない。さあとりあえずボーナス2回だけですけど、2枚目ですね。まあまだこの台のやっぱポテンシャルは結構高い台だと僕は思ってるんで、まあ、2万3万は大丈夫。ほう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 、これいってるかもな。いいぞ、ミッドライトでもいいぞ。よし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 、いきましたね。多分弱水化からですね、合格中のミッドライトモード。まあ当選率大体 35% ぐらいから、まあ結構きついんですけど当てれなくはない。リプレイ引いてだね。これよりももちろんハイウェイの方がチャンスなんですよね。関係ない。まあそりゃそうだよ、当てれるわけないよ。 35% も無理でしょ。いやー、うわー、やらか
かしてる。うわら、もうなんなんだこれは。うわー、もうはい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 見ないでおこう。うわー、声が聞こえた。まあこれがね、でもこの今悪い息が悪い息が悪い息がこう下に溜まってるわけですよ、これね。これがね、バゴン跳ね返った時、もうバゴン出ますから。それが今日になるか明日になるかは分からんが。今日オベルから49ゲーム投資がね、37,000。あんな膝パッカン野郎に負けるわけないやろ。これはもうちょっと一回狙わないでいいっすか。いや狙おう、狙わないとかは良くない。パコーン、もういいやもういいやこれ。いけ、おー、いた。おお、ラッキー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 、 50% ですよ、 50%。 よし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 。いやマジか、行くんだ。それはそれは行くんだね。なるほどね。さあでっかい花火打ち上げましょう。行きましょうか。頼むわ本当に。行きまーす。どらーレーガンドガン。よっしゃー、危ねー、よかった。おっしゃ、1470回で通常回転回して、ボーナス10回目の、ボーナス10回目ですね。でようやく本日1回目のハンターロッシュ。よーじゃあ初級無双40ゲーム順当 2.7 枚かな、確か間違ってたらごめん。 2.7 枚ですね。で上乗せあり継続率、まあ継続率といいますか、一回あの継続率というか当選率の高いキャンストに戻るというイメージですね。でこの最中やらなければいけないことが、まず広角に入れます。で広角に入れた時のチャンス目でエピソードに行くので、そこで、ゲットワイルドを持ってくれて、もうそういうゲーム性でございます。まあ、他にもね、まあ、いけないけどワンショット、ワンショットホールフリーズかなとかもあるし、まあ、どっかどうも、アンバーチャンスとかファルコンとかいろいろあるんで、まあ、乗んないけど全然。まあ、上乗せとボーナスと、まあ、絡めて出していくっていうゲーム性かな。まあ、ゲットワイルドを入れると相当なんて言うんだろう、有利にゲーム進められる。めっちゃ強いんで、これあれやな、駆け抜けやなまあでも大丈夫です、ループしてくれるんで、それがやっぱ強いっすよね。ゴルゴとかだとこれで終わっちゃうから。だけどその後もチャンスするからね、終わってからも。お、レア君粘りのレア君、何もなく。じゃあ1ゲーム押そうがいいですね。でまあこれ最低でも 50%、50%、66%、80%、モードっていう感じですかね。まあ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 80やと思って頑張ります。さあ赤のチャンスとか出ると結構もう期待できたりする。レアとか行くと結構あっち、まあこれでもう一回、当てれるともう、ラッシュに戻るっていう感じですね。微妙だな、なんか。まあでも雑魚ばっかりなんで、あーもうこれは大丈夫でしょう、さすがに。まあでもこれはさすがに戻したかなっていうふうには思います。レアクリも行きますね。さあ今日チェリー、はい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 、よー、 OK で2セット目、 OK。 容量はこんな感じですね。まあお背景か、りょうちゃんずっと走っとるだけやもんな。終わったらこれは頼む、あっさりやもん終わるときは。よし、まあまあまあ、ゲットワイルドは AT 中に聞いてやる。さあいいですよ、これは。うわ熱い熱い、ランクアップもあると。お、あれ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 
雨じゃない？そうですね、これハンター雨ですね。やっちゃいましたね。これ多分出現率鬼低い。65536ですね。65536を引いて EX に上がりましたね。オッケーやりましたね。オッケー、65536引いて AT 確定なだけかっていう話なんですけど、まあ全然 OK です。はい、というわけでオッケー、これで AT はいただき、しかもベルナビ30、えぐい、マジかよ。これ EX 中って何分の1なんだろう。32分の1だから、さあやべえだろ。フェイクなんだそれは。あ、これはもういただきですよね。これやばいことなんじゃねえか。成り上がろう、こっからやぞ。だいぶ投資、まあめちゃくちゃ使ったわけじゃないですけど、まあもう4枚目が入って3万7000までいってるんで、よっ、その手いいよ、よーしいいよ。まあ20か、よーし、おい、気持ちいい、気持ちいい、ダブル揃え、ダブルダブル、でもさすがにね、まあまあまあダブル、まあ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 ダブル、ああシングル、そりゃそうや、まあこれようやった、よく揃えた方やな、分からんけど、まあでもいい感じじゃないですか。結構揃えたんで140ゲームプラスですね。だから7回揃えてますかね。で残り最初40あるんで180ゲームですね。よし、オッケー、これはやれるぞ、いいぞ。こんなゲーム数だったらさすがの磯丸でも大丈夫やろと思ってます。どうなるかは分からん。あーごめん、最初の40プラスされないです。あ、プラスされた、240ゲームスタート、えぐい、マジか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 、一応これ7レベル、オッケーオッケー、これが合格ですね。7レベル、弱チェリー、弱性が、まあ弱性が弱いけどが、一応合格以降の抽選をしてくれる役になってます。で、まあリプレイの 7% ぐらい転落かな、大体。なので、まあいかにリプレイを行かずにこの間にチャンス目を引くか、チャンス目が本当に仕事するんで、エピソードを持っていったからって勝ち確じゃないんですよ。ただそれ勝てばゲットワイルドなんで、もう今はかなりチャンスの状態、ここでチャンス目を引くっていう、ただそれだけ。強チェリー、よーし、いやー、オッケーさあ、おお、でかいです。いやー、まあこのセットはこんなもんよ。とりあえず続ければ終わらないっていうむちゃくちゃな理屈なんで、頑張ってここ継続させます。まあとりあえずこのセットだけで1148枚ですね。ほぼ駆け抜けですけど、まあ一応上乗せてきたんで OK、 行きましょう。戻すぜ、早すぎる、これやばいですね。うわちょっと待って、嘘でしょ、これは終わった、臭いですね。いやー耐えろー、青春が早すぎる、終わるのが、いやマジか。まあ、240ゲームあって何もできなかった俺が悪いんだけど、爪が甘いっすね。そう、まあでも頑張りましょう。一応もうちょっとのプラスっていうところまではまくれたんで、これは無理だろ。ベルナビウワロセなし2連続っすわ。いやもう無理だ、ダッシュ入れね。いや出たメダルがそのまま飲まれてますわ。成り上がり、
両ね、ダブル、いやーまあシングル上げろ、安定ラッシュ、あっぷんね、300分の1取りましたね。よし、いける、いける、いける、よかった、よーし、いくぞ、ハンターラッシュ、いくぜ、青背景まあ40でしょうね、はい、いやー懐かしい、久しぶりに入ったぜ、俺のおばさんではねえな、目標は変わらずゲットワールドだぞ。いやー一応赤出たんで、もうほぼ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 大丈夫、 OK 頑張ります。うわいいぞいいぞいいぞ、こっちからお願いお願い、よしよし、長い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 、おーらーしょーらー、あーごめん、でもこれはワンホールショートフリーズですね。わー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 、ちょっと待ってちょっと待って、説明すると、これで決めてどれが回るかみたいなを3回できます。シナリオで書いてされてますね、テーブルで。うわマジか、これ左回りそうなんでこれにします。いきます、レバー届きます、ここが回れば50ね、これ3分の1、ガチ3分の1なんで、お、言うと、言うと、オーケー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 、これをあと2回でいきます。で、後半でいけばいくほどいいシナリオが選ばれるんで、ここのゲーム、うわ、でかっ、やばいやばいやばい、ちょ、待て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 、当てろ当てろ当てろ、エスパーや、中リールな気するね、これにします、これな気がする、150やろ、まあでも、まあでも100、ちょ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 、あと一発、これ最後一番いいとこ選ばれるとマジでやばい、わあ弱い、ちょっと弱いですね、これ全部ここだから、でも俺ちょっと中にしますわ、中やろお前来い、あ全部左かい全部左ですね、これね合計200、まあ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 、 OK OK OK、 よし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 、オッケー、閉店中の8192で来るフリーズっすね、よかった、いけて、よし頑張りましょう。まあなんかほんとめっちゃシナリオが7段階か8段階ぐらいあるのかな、テーブルが、それを、まあ、1回目2回目3回目って振り分けられて、最後はなんか3以上が選ばれるみたいな、よしよし逆転しようよ、これもうここまで来たら嬉しい、もうもう満足、いやまだここで満足すんなって、ゲットワイルドだろ、もうアスファルト、タイヤに蹴りつけたいぞ、あんまりアスファルト、タイヤに切りつけるか、蹴りつける、どうするさあ、チャンス目くせえな、チャンス目、さあ、赤のチャンスだな、信じるぞ、さあ、チャンス、はいはいはい、これはいい、あ、金ですね、よし、これチャンス目が仕事しましたね、よしよしよし、はい、OK、 さあ行きましょう、いいよいしょ、まあ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 、ボーナスかな普通に、はい、よ、まあそうですね、 OK、 ようやくリンクしましたね、ボーナスリンクというかボーナスと混じり合いましたね、よかったよかった、よいしょ、よし遮ったぞ、うわ熱っ熱っ、しかも S よ、嘘だろ、32分の1の状態です、ちょっと待って、ちょっとメダル移します、よし、やばいなこれ、もうこれ以上上がるとこねえぞ、 EX しかねえもん、行きましょう、揃えまくります、よし、よー OKOKOK、 ダブル、まあシングル、まあまあまあ、とりあえず1回は揃えましたね、手帳のボーナスってエース あれ珍しいですよね、多分 B はあるけどね、はい、20ゲーム争い585、よし、ここからもりもり頑張っていきましょう、
まあ、このセットはフリーズ以外は特に大した見せ場はなくやね、面影抜け、まあ、ちょろっと上乗せはしたりしたんですけど、いいよ、1143枚、最高、サグッと戻しましょう、サグッと、まあこれは強いですね、いやまあ大丈夫じゃないですか、はい、まあ大丈夫だろう、おーおーおお、長い長い長い、よっ、はいはい、おい、ハンター目ですね、65536、しかも弾かれるっていう、これどうなる、どういう、まあさすがに当たるでしょうけど、これどうなるんだろう、特に何もなしやったら寒いっすよね、ハンター名は何なの一体、6は5じゃ6っすよ言って、それは分かってるけども、それは分かっとるけども、あ赤くなりましたね、あああああああ、そういうことみたいですわなるほどなるほど、ハンター目の目の100かな、上乗せ、しかも合格スタート、あ3セット目だから合格スタートなんだ、でもこれ100スタートになっただけ、なんか弱くね、ちょ引くタイミングミスってますよね、6号っすよこれ、大戦ならレア神2発よ、マヨがまた1461枚ですね、さあ行きましょう、いや弱いな、やめて、いや終わる、これはやばい、そうなんですよね、いや爪が甘い、一応プラス域にはギリギリ200枚ぐらいいってるんですけど、どうしたものかっていう感じですね、いやまあでもこれはちょっと今日満足するまで打ち倒そう、やっぱなかなかね、俺置いてないですからこいつ、満足するまで打って勝てたらよし、負けても思い出です、成り上がり、またのドラマ紹介の方をしていきたいなというふうに思います、そうですね、行きましょう、先まあメインどころから行きましょう、まあ凱旋は毎回なんですけど、まあ2分1ぐらいではありそうかなっていう、まあ強くても球数でもうね、ここの凱旋はもう間違いないからね、まあ見てください、こういうグラフ、こういうグラフの台が、たくさんあるという感じです、ここもマジで毎回出っ放すけど、ブラッドプラスは4台もうほぼですね、てかもう絶対全台だと思われる、分からん、ケージも、4台決して的に強そうですね、で、あ番長 A めっちゃ強そうですね、転生が多分全台やりそうな感じしますね、転生めっちゃ強い、すごいバーがねほぼ全台積んでます、恐ろしいぐらいバーが出てます、なんで全台あるんじゃないかな、全体的にかなり強そうなんで、まあメインのところ絆とか前は全台っぽかったけど、今回はその分をバラとかに持ってきたのかなと、あとは3台4台とかね、まあちょっと僕も今からガンガン成り上がっていくんで見ててください、おお V フラしてますわ、弱水か状況ゲーム当たりましたね、ベッド押してもこれまだ鳴ってますね、すげえ、よし、トライアルはマジでいいよ、ああ大丈夫ですね、あっやったー、 CSP ですねこれ、
SP で 1% とかじゃないかな。あ、これ V フラグで熱かったんかな。ごめん、その辺の知識はちょっと曖昧でしたけど、今7狙って外れたんで、白7を狙いで SP ですね。これでラッシュ確定です。嬉しいな。どんどん思い出刻まれていく。ありがとう。かっこいいな。オーケー、かっこいいっすね。 SP オーケー、いきましょう。まあ普通ですね。おーおー、はい、まあ約20分の1の上乗せっていう話なんで、まあ揃いやすくなってると思うんで、しっかり揃えていきたいなと思います。うわー、気持ちいい、気持ちいい。よし、いいよ。まあシングル20かな。ようやく1回ですけどね。おお、でかーい。ジャックチェリーで50乗った、これは嬉しい。まあ揃える A レアンでも全然大丈夫ですわ。これはいったか。あー、オッケー。おおおびっくりしたマジかよ、ダブルドライスどうした磯丸、ビビったしびれるな、これは262枚オーケー、まあぴったり200ゲームですね。いや全然これ多分かなりいいんじゃないですかね。オーケー、行きましょう、ハンターラッシュ、いいよよよ、はい、200ゲームプラス40なんで、まあ40以上かなんで、まあ最低でも240ゲーム以上スタート、マックス売るわけ300あるみたいですけどね、初回怖え。よおーよーおーおーおーごいすごいすすんごいことになってるわ。はい、なんでこれ290ゲームスタートですね。ほぼほぼ1000枚1回いかんかぐらいは確約ですね。まあこれ合わせたら1000枚はいきますね。よし、波起こしたぜ。よし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 、だいぶ引きに物言わしてますけど、それでええんや、パチスロはそれでええや。さあ、キョウチェリー弱いか、弱いですね。おー、いった、ラッキー。わー、キョウチェリーからいった可能性もまああるかもしれないですけどね。いきましょう。さあ、どこだ、どれでもいいけど、またボーナスかな。2つ取れましたね、これはラッキー。新しいのストック1個プラスボーナスですね。よしよしよし、これがあるんですよね、チョーク抽選、素晴らしい。で一応出中のボーナスの振り分けなんですけど、 50% がトライアル、 49% がシューティングボーナス、 1% がシューティングボーナス SP っていう感じになってるはず。まあまあしょうがない、まあこれ上乗せできるんでチャンスです。まあ、ナビをストックして、でお手順当てで上乗せっていう感じです。はい、ナビ1個、まあこんな感じですね。これ取れるとでけえみたいな。はいはいよ、まあ5ゲーム、こっからは、はい、成功ですね、これ多分。よし、まあこんな感じです。いや、うまいだほうほうほう、外しましたね。まあこれ取りたいですね。よし、あーくそあー、まだあるのか。よし、10ですね。あー、もったいねー。まあ25ゲームはのせいですね。まあ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 、まあ、残り257ゲーム。お
さあ、強めるからのデカプッシュ、いけ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 、五条回、まあまあまあ上出来でございます。強めるで五条ゲームバランスですね。残り269、上とチャンス目、うわ熱い熱い、強めるじゃなくていいぞこれは、うわ熱い、やーら判定追加なんだ。まあ乗ったからいいけど、30上乗せですね。これはチャンス目でよかったけどな、めちゃめちゃエピソードチャンスだったんですけど、いやいい、そういうの、いや確定じゃん。ちょっとこれめちゃくちゃチャンスなんで、エピソード持ってこい、頼むぞ。合格中のチャンス目なんで、設定1から4で 50% ですね。5で 55%、 6で 60%。 うわなんで普通のバトルいっとんだよ、これダメやな、これ当たりもせず、うわもったいねー。いやでもまだまだゲームさんだからもう一回引きゃいいだろっていう話ですよ。そういうことなんすよ、そういうことなんすよ。これで決める、ここでなんかシャッターバーンとかしまった、あいやいい、これはいったろ、けけ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 、頼むゲットワールドチャンスだぞ。さあこれが多分ここから多分エピソード入ると思うんですけど、エピソードの種類が多分1から4まであって4は確定なんですけど、はい、エピソード3ですね、これめちゃくちゃチャンスです。これエピソード3なんで多分 50% オーバーかな。エピソード3選択率はほぼあんま設定じゃないけど、5、6だけちょっと引きやすい、ちょっとだけね。で回転での成功率 57.8% で、もしそれが無理でも取ってなくても書き換えがあるんで、ちょっとトローマジでゲットワイルド入れる、俺はいきなり途中で歌流れたりするからね、これちょっとね、音が周りの音があれやからあんま聞こえんけど、映像で楽しんでくれ。大丈夫、お前は最強や、サイバレオ。行ってこい、行ったろこれは。のっしゃー、ゲットワイルド入れるまで帰りません。こいつのすごいところはゲットワイルドなんですよ。ゲットワイルドはゲットワイルドに聞きたい、目標は変わらずゲットワイルドだぞ。いやまだここで満足すんなって、ゲットワイルドだろ。あーこれでお待ちかねよ、ゲットワイルド。60%、60%、80%のループ率を持ってゲットワイルドに入るんですけど、ほぼほぼ 50% です、このエピソード1から3で入った場合は。というわけで行きましょう、行きます。よし、これやぞ、この台の一番面白いところは、まあ、何が起こるかっていうと20ゲームもらえるんですけど、その間にゲーム数どんどん減っていくんですけど、10分の1引けたらボーナスに入ります。でまた残りのゲーム数から、10分の1を目指す、 10.3分の1ですねを目指すっていうゲーム性ですね。あ、先ボーナスあるのか、ごめんなさい、先ボーナスありますね。これそのゲットワイルド自体がまあ言ったら20ゲームで終わっちゃうんですけど、その20ゲーム自体が 50% で、最低でも 50% でループします。もう終わった後のこのレバーがめちゃめちゃ熱いのなんのって。最後ごめん、歌流れだ、ちょっと俺の勘違いだと。まあでも案外、まあ、今みたいな感じでサクッと入る、フラット打ってフラット入るって結構あるんですよね。でもこれが、あ流れましたね、たまんないですよこれ、やばいっしょ。音小さすぎてあんま聞こえへんすけどこの入り方ですよ、覚えてるかな皆さん、パチンコのシティハンター、このボタンの、この、こういうボタンのちっちゃいジョグついたボタンのシティハンターの、あのハートの、横がハートの球体ねの当たった時もこの入り方だったんですよね。ここら辺がめちゃめちゃうまいよね。
ちょっと俺歌入るタイミング間違えてたからちょっと寒いけどごめんよ、それ許してくれ。でこのボーナス終わってからもこの歌が途切れることなくゲットワイルド入るんで、もうかっけえのなんの。これマジボーナス弦がクソ寒いな。 10.3 分の1なんですよね。で 10.3 分の1っていうのが単純な 10.3 分の1っていうよりかは、まあ成立役に応じたって感じなんで、もちろんレア役いけば村を作れる。だから、まあ、いかにレア役いけるかっていうのがめちゃめちゃ大事になってくる。なんか急に俺饒舌になってるけど本当すいません。もう嬉しくてね、しょうがないわけですよ。正直、このボーナスよって波を上乗せしなきゃダメなんですよ。あるいは、このストローやったりね、しなきゃダメなんですけど、俺早く終わってほしいですもんね。早くやりたいもん、ゲットワイルド。うわ、嬉しい。もうこれないっすよ。もうない。この台に見せるべきものはもうない。全部見せた。あ、また通常時のフリーズはあれですけど。あー。打ってよかった、マジで。これチャンス、チャンスです。あー、いただけっすね。ダブル、まあ、シングル、まあ、20。この今いるランクのやつよりちょっと上のやつが出るとちょっとチャンスです。うわ、一発でエピソード3持ってくるかね。そんな 50% ですから。まあそれ以外のエピソード、例えばエピソード1だともう 23% ぐらいでしか初期からの勝利ないんですよ。もうレア役で書き換えるしかなくて、いや、ようやったって感じですね。これですよ。うわ、打ってよかった、マジで粘ってよかったっすわ。もうなんか全然あのワンショットフリーズの波の時でやめてよかったんですけど、いや、もういとこへもういとこへっていう感じで粘ったらこれだわ。焼肉やな、これはな。TM ネットワークの TM ネットワークでしたっけこれ。何だったっけ、名前忘れた。さあ行きましょう。これね、歌続きながら、めちゃかっこいい、めちゃめちゃかっこいいっすよ。止めないんだもん、歌。天才かよ、これ考えたやつ、考えた人。やつってなんだ。さあ書いてありますね、ボーナス中、合格率中。平均2個しか取れないじゃんって思うかもしれないですけど、まあ、言ってこれが 50% でループするっていうのが何より強い。これもったいないですね。ちょっと早いん で残り272ゲーム残ってるんで、これは正直言っちゃって祭りっす。もうお祭り状態これ。さあ行こう、こっからやぞ。 10.3 分の1を速攻引く。こんな早く引いた方がいいに決まってるんで。あ、これ強敵の分取ってたな、多分1ゲームでもろた。よし、これで19ゲーム残してまたゲットワールドできるっていう、そういう認識で OK です。当たっても歌途切れないっていう、えらい。うわー、やばいな。もう歌変える権利ないもんね。さあ行きます、ゲットワイルド。入り方がやべえもんな、マジで。さあ行こう。え、熱っ。嘘だろ。これはもう取ったでしょ、さすがに。まあそりゃそうだわ、やべえこれ。なんて引きしてんだ。今2個目ですね、2個目。いや、頑張ろう。かっこよすぎるな。さあ行きましょう。ちょっとまあこれはきついかな。だいぶ消費してますねこれ。まあ10分の1だからね、取れないこともあるからな、全然。まあもう2個取ってるから文句言えんけどな。下手くそですね。ちょっと調子に乗りすぎたな。レア君取ってほしいよこれは。うわー、マジか、もうやばいですね。
これは 50% でいきます。うわ、終わったちょっと失速しましたね、最後平均ですわまあいいか、ちょっと弱かったですけど、まあでもだいぶ楽しめたんで、まああれもこの台の、まあ、一応最強どうかと思うんですね。めっちゃ弱いじゃんと思うかもしれないですけど、まああれ、まあ、もし 80% 持ってくることできたならばもうえげつないことになるし、 50% でもね全然夢あるし、まああとかっこいいしね、何よりそれが全てボーナスですね。これでハンターラッシュは3セット目まで確定ですね。これから乗りましたよ、さっきのゲームのロングめっちゃ薄いけど、おー気持ちいいか、あー OK 大丈夫でしたね。ファルコンあるぞ、これボーナス持って帰できるけど、さあこれですね、はいでしたね、 OKOKOK、 ファルコンゾーンでございますね。頑張りましょう。上の届かゾーンです。1年で続く上の届かゾーンですね。整列役に応じて上乗せします。行きましょう。リプレイよりベルって言ってる最中からリプレイ、まあ、ほぼ5かな。ベルだとまあ10、いやー10取れよ。まあ7ゲーム続くと、うわ5ばっかだなこれ。まあリプレイの5はしょうがないんですけど、めちゃんこ弱い気がする。あーまあ、なんとも言えない、弱い。お、まだ続く。よし、はい、終わりましたねえーっつって50ですね、まあまあまあ上出来でございます。 OK OK、 はい、おー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 おお、80、相変わらずさあ下パルショート、ごめんレバーバシって叩いちゃったけど100乗りましたわ。100スイカで100いきましたね。うわエピソードワンチャンあるな。うわエピソードいきましたね。まあきついですけど、これレアークで書き換えたら、まあ、書き換えるのは多分無理だと思うんですけど、書き換えたらワンチャンまだまだ伸びる、ワンチャンどころかまだまだ伸びますよ。で、ナビなしの時点でちょっとあっちガッ、いやちょっときついかなさすがに。いや、おおマジかよ23番取ってたんですかね。それがまあベルとかで、まあでもベルとか無理だろう。さあというわけで通常状態のチャンス目で引いたエピソードが見事ゲームワールド2回目ありがとうございます。これはねまだ終わらせねえよっていう北条先生の愛かな素晴らしいですね。あのね磯丸ね、ここからですよ。これはとんでもない長編作品が出来上がるぞ。やーべえ、なんか俺ちょっと原作忘れちゃったな。これどうなんだったっけ。いいですねー、たまらんなこれ終わらんぞこっからや。さあ行きましょう。もうね無双状態よマジで。さあ行こう。レイクリプレイで取れるほどは甘かない。取れましたわー、2ゲームで取れましたわー。早い、まあ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 、40ゲームプラスですね。
素晴らしい。さあ行こう。めちゃくちゃかっこいいな、これ本当に。もう一個。さっきみたいなのもあかんぞ。油断しちゃいかんからね。うわぁ、ちょっと俺の息のヘボさがゲットウェルとそんなすごくねえよってなっちゃうな、これ。よくないよくないよくない。いやーマジか。いやーこれはダメだな、これ。まあでも継続させればいいんで、最低でも50割れてね。よし、もらいましたね。 OK、 危なかった。残りラスト1でギリギリ。まあそんなもんだな。いや、なんやそれ。まあ2ゲームしかないですけど、10分の1だからね。いけるいける、行きましょう。まあ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 継続だら。くそー、エモいですね。最低でも 50% あるんですけどね。残念。まあ安定の継続を目指して頑張りましょう。4205枚。結構ね、継続しそうな雰囲気ありません？多分80臭いと思うな。やめて。まあ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 、なるほど。もう一回攻撃してこい。これちょっとやばいです。80臭いとか言ったばっかりやぞ。耐えろ。うわー復活。あー終わった、あー終わった。舐めすぎた。調子に乗りすぎて。いやごめんなさい、マジかマジか。まだ終わるときはこんなもんだよな。ちょっと前兆というか様子だけ見て、もうこのまま終了したいなというふうに思います。いやもうね、めちゃめちゃ楽しかったですよ実際。素晴らしい成り上がりグラフもあるんで見てもらいたいなというふうに思います。その前にちょっと中身をね見てもらいたいな。はい、こちらはですね、まあ、トータルゲーム数、これボーナスの消化ゲーム数も込みなんですけど、6070ゲーム消化のシューティングボーナスが11回で、トライアルボーナスが20回、これはもう許すマスなんですけど、で、まあ、SP は1回ですね。で、ハンダラッシュ13回、これは継続込みですね。継続込みで、ゲートワイズ2回という感じです。で、まあ、これ見ても多分よう分からんと思うんですけど、こっからかな、始まって、まあ、この辺、レギュラー、これ見て、レギュラーラッシュ、これ、やばいっしょ。わーって行ったりしてますけど、まあ、ゲットワールド入ったりとか、ワンホールは書いてないのかな、まあ、上乗せとかあったりとか、相当この台を楽しめたのかなというふうに思います。で、上のグラフだけちょっと見てもらいましょうかね。見えますかね。ちょっとね、見にくくて多分申し訳ないんですけど、これなんですけど、ちょっとなんかね、もっと見やすくするあれないのかな。はい、まあしょうがないですね。これですね、見えますかね。一回ここがマイナス2000枚のところなんですよ。マイナス2000枚まで行ったんですけど、そこから投げ上がっちゃって、すいません。まあ最終的にこれですね、6218枚が最高枚数。これ一番下から一番上の3枚なんですけど、なんで、まあ、ここから投手分、まあ、マイナスしてっていう感じ。まあ、最後何枚流せてるかちょっと見たいなというふうに思います。最高でした、ありがとうございます。
お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで、今平和島の実践終わって、ビッグボーイで、皆さんに飯を終わってきた後でございます。あのね、3000円ぐらいで済むかな思ったらね、みんなダブル頼みやがって、倍ぐらいっていう、泡吹いちゃったっすもんね。まあ、それはとりあえずいいとして、まあでもそんだけね、ご飯食べれたっていうのも、シティハンターの爆裂のおかげ。前打って、懐かしいなってなって、リベンジっていう気持ちも込めて、打って、ちょっといい卒業式できたのかなっていう、もうすべて、まあ、通常時のフリーズは弾けてないんですけど、以外のものはほぼ、すべて弾けたのかなっていうふうには思います。細かいとこ方も除いてね。もうやっぱり、AT のスペックも爆裂やし、ゲットワイルドの強さは見せれへんかったけど、かっこええし、もうなんも、まあ、もう俺の口から言うことはなんもないんかなと思うんですけど、まあ、最初、まあ、趣旨は、バックプラスね、37投資の、まあ、6177枚回収なんで、爆裂プラス、結構久しぶりなんですけど、爆裂プラスで、しかも楽しめて、まあ、ほんと、なんかね、今既存、なんか結構ホールにある台じゃないやつで、俺が一人で騒いでも、なんかみんなにはあんまり共感を得られないかなっていうふうに思うんですけど、それでも、個人的には、打ってよかったなっていう、本当俺のただの自己満足で自分が楽しいだけなんですけど、打ってよかったっすね。いい思い出作れたかなっていうふうには思います。これからだいぶ撤去されていくと思うんですけど、忘れちゃいけないものもあるかなっていうふうに思います。何を言ってるんだって話なんですけどね。とりあえず今日は前飯食えたんでよかった。めっちゃ見せてたしね。フリーズもあれはフリーズ、まあ、まあ、AT 中オンリーのフリーズがあるんですけど、弾いたやつ。まあでも弾けたし、めっちゃ嬉しかったしね。なんか全部がなんかで一気中できて、っていうか、本当に心の底からガッツポーズもできたし、すげえ楽しかったな、っていうふうに思います。でも明日から、まあ明日一回、ちょっと一旦休み挟むんですけど、そっからまた、めっちゃ連戦が始まるんで、まあそれに備えてお財布も温められたし、かつ、やる気も満ち溢れてるし、まあ、ここからいい波乗っていけたらなというふうに思います。あと、まあ、今日から始まったミッション。で、ヨシキさんへの先制パンチ。ヨシキさんとね、潰し合うのもなんか嫌なんですけど、潰し合うというか殴り合うのも嫌なんですけど、まあ、でもこれも勝負ってなっちゃったから、これはもう相当いいパンチ食らわしたぞ、ということで、磯丸の、やり上がり、まだここから始まっていくぞ、ということで、シティハンター、もしね、もし、近くのホールにあれば、皆様ね、ちょっと触ってみたら、どうかなというふうに思います。出し方は僕の動画。てもらってっていう感じで、ありがとうございました。なんなんこいつ、なんなんこいつ、もう というわけで、ここまで動画見てくださってありがとうございました。ただ動画を閉じるだけじゃなく、グッドボタンとチャンネル登録ボタンも押してもらえると、すごく嬉しいので、よかったら押してみてください。ありがとうございました。